八戸市、菊の里鼓の、せんべい汁せんべい汁は、青森県八戸市周辺で、江戸時代に生まれた伝統的な郷土料理で、土料理専用の南部せんべいを用い、醤油味で煮立てた汁物あるいは鍋料理。地名を入れた、八戸せんべい汁として名物化し、生きがいへ PR している。せんべい汁には、南部せんべいの中でも専用に焼き上げた。 かやきせんべいを使用する。これを手で割ったものを、一般的に、醤油ベースの鶏や豚の出汁でごぼう、きのこ、ネギ等の具材と共に煮立てる。出汁を吸ったせんべいは、水豚とんの歯ごたえを強くしたような食感となる。せんべい汁は、せんべい以外の具材や出汁汁が、水豚、とん、系と同じであるが、小麦の練り物である、水豚とんの代わりに、 保存のきくせんべいを用いたものと考えられる。当地を含む東北地方太平洋側北中部では、霊化をもたらす山瀬に悩まされており、特に、江戸時代の商標期には、稲作の不作対策として、小麦や雑穀も栽培されてきた。その小麦の練り物を用いたトン、水鶏、軽の鍋料理として、南部藩の、ひっつみ、仙台藩、一関藩の、 ハット、つめり等は、家庭料理として受け継がれ、また後に名物となっていった。一方、練った小麦粉を焼いたせんべいを用いる、せんべい汁は、2002年の東北新幹線の、八戸平気延伸を機に PR されるようになった。同じ小麦粉を材料とし、旧、一の関飯を含む旧、仙台飯北部で食されてきた、練った小麦粉を油で揚げた油は、 JR グループの仙台、宮城デスティネーションキャンペーンを機に名物化された。八戸せんべい汁研究所では2003年より各種調査を行っているが、最新の2008年2月に行った飲食店調査の結果によると、せんべい汁を提供していることが判明しているお店が約200件あり、そのうち約160件を八戸せんべい汁ガイドマップ8年版に 掲載している。地域別の内訳を見ると、八戸市内135件、八戸を除く青森県内12件、岩手県二戸市内2件、宮城県仙台市内1件、東京都内7件、神奈川県川崎市内1件となっている。仙米汁は、江戸時代後期の天保の大飢饉の頃に、八戸藩内で生まれたとされる。 その後200年余りにわたって、現在の南部地方一帯で食べられてきた。2002年12月1日の東北新幹線、八戸駅延伸開業及び2003年4月1日から6月30日まで開催される北東北デスティネーションキャンペーンに向けて、八戸商工会議所の観光振興対策検討委員会が2000年3月に八戸観光開発プランをまとめ、 同年9月に、八戸観光開発プラン推進特別委員会を設置。これを母体として、翌2001年7月には、官民挙げた、新幹線八戸駅開業事業実行委員会が誕生した。同実行委員会は、食文化創造部会を設置し、創作郷土料理や、八戸ラーメンの企画を行う一方、八戸屋台村魅力横丁を設置するなど、 食文化創造都市、八戸を目指して多彩な事業を行った。そのような中、八戸公園に直径3メートルの巨大な鉄製、縄文鍋が設置され、2000年から秋に八戸縄文鍋祭りが開催されるようになり、約3000食のせんべい汁を振る舞うようになった。2003年11月には、八戸せんべい汁研究所が設立され、 せんべい汁を用いた地域おこしも始まり、マスコミなどを通じて、当地以外でも知られた郷土料理へとなった。2006年2月18日には、八戸せんべい汁研究所プロデュースのもと、八戸せんべい汁を含め全国の B 級グルメを集めた B-1 グランプリという食の祭典が、八戸市で初開催された。また、 同年9月には公式応援曲も発売された。さらに、同年10月24日より11月20日までの、期間限定で東北7県のファミリーマート約530店舗で、八戸せんべいシルが発売された。B-1 グランプリは競争という色彩を薄めた、祭典としての位置づけである。2007年12月18日には、 農林水産省主催農産漁村の郷土料理100、1000に青森県の郷土料理としていちごにと共に選ばれた。2012年の B-1 グランプリ第7回大会で八戸せんべい汁研究所がゴールドグランプリ受賞。2006年9月21日に八戸せんべい汁オフィシャル応援ソングとして以下のアーティストが曲を発売した。ありがとうございます。